どんな場所でも確実に、そして安心して到達できる喜びを全ての人に提供したい。発売以来25年、全世界累計250万台、世界170カ国で愛され続けているパジェロ。多くのお客様の声と世界の過酷な環境下での試験、さらにパリ高への挑戦を重ねることで、パジェロはその性能を磨き続けてきました。そして、歴代パジェロが築き上げてきた確かな信頼を継承し、走行性能、耐久性、快適性、その全てをさらなる高みへ。新型パジェロはボディ、サスペンション、エンジン、その全てを磨き上げ、走行性能を熟成させました。 3.8 リッターのマイベックエンジンは、幅広い回転域で思い通りの加速が得られ、街中での走行にもよりゆとりが持てるようになりました。今回の 3.8 リットルマイベックエンジンを搭載しますけれども、いかにこうね、幅広い回転域でパワーを出すかと、これラリーもそうなんですけれども、非常にこう扱いやすいエンジンになってます。カタログデータ以上にこうね、体感するこう速さっていうのがありますね。またオールホイールコントロールという開発思想により、さらに進化したスーパーセレクト 4WD2 が優れたオフロード性能とオンロード高速安定性を実現。非常にハンドリングも、ね、安定してますね。曲がりくねったワインディング走るとき、これはあの SS4-2 ですね、フルタイム4駆の状態で走ると、まあ、さらに安定します。ちょっと無理な速度ですけれども、しっかり車をね、ASC が制御してくれてます。そのいろんなところにね、コンピューターでブレーキをかけてくれるので、スピンを防いでくれると。非常にこれはあの頼もしい味方ですね。パリ高で鍛えた技術をフィードバックしたモノコックフレームと、四輪独立懸架という究極の組み合わせも熟成し、操縦安定性が向上しました。ボディが剛性がないと、どうしてもこうハンドステリングに対して車がリニアに反応してくれないんですよね。まあ、そういった意味でもね、このパジェロのボディ剛性の高さというのはこういうところでも感じますよね。もうコーナーからの加速もね、非常にスムーズです。やっぱりこうワンランクこうゆとりがね、持ててます。さらにリアデフロックと ASTC を同時装着することで、アクロ走破性が向上。台径18インチタイヤを採用し、オンロード走行性能も向上しました。もちろんオンロード性能というのは、これはもう100点満点を求められるし、ましてこのオフロード性能も高めなきゃいけないという、まあ、この非常に難しいセッティングなんですよね。このパジェロはですね、非常に両方とも高い、走行性能を持ってます。新型パジェロはまさに世界が鍛えた究極の本格オールラウンダーにふさわしい走行性能を持っているのです。新型パジェロでは、機能を形にしたデザインを追求しました。オフロードでのレンズへのダメージを最小限にするため、レンズ下部をカットした伝統のキャッツアイデザインヘッドライト。取り回しやすさを重視し、コーナーをそぎ落としたダイヤモンドカットノーズ。ライセンスプレート一体型スペアタイヤガーニッシュ。
インナーレンズが特徴的なリアコンビランプ。ターンランプとアプローチランプを一体化させたドアミラー。寒冷地における防寒手袋での操作も考慮したバータイプドアハンドル。新型パジェロでは SUV 本来の機能を追求し形にすることでシンプルで力強いデザインを実現しました。快適性を追求し、より上質に洗練されたインテリア、視認性の高い常時点灯のハイコントラストメーター、さまざまな情報を表示するセンターインフォメーションディスプレイなど、機能的でメカニカルなコックピット。ロックフォード社と共同開発した12のスピーカー、トータル860ワットのハイパワーアンプによる高品質なプレミアムサウンドシステムを搭載。さらに 5.1 チャンネルシアターサラウンドにより、映画館にいるような臨場感をお楽しみいただけます。30ギガバイトのハードディスクを内蔵したナビゲーションはカーナビ最速レベルのアクセススピード。多彩な機能を搭載し、プレミアムサウンドシステムにも完全対応しています。走行性能、耐久性、快適性、そのすべてをさらなる高み。やはり砂漠の王者パジェロ、そして、オンロードでもやはり速く安定して走れる車、こういった究極の、車を目指して、これからもですね、どんどんパジェロは進化していくと思います。パジェロはまた一歩理想へと近づきました。三菱自動車が技術の推移を捧げてきたパジェロが、プレミアム感あふれる本格オールラウンド SUV としていよいよデビューします。